今このゲーム実況ゲームスタート。あーただいまー。はい、では今日はこちらのコースやっていきたいと思います。遊ぶフラッピービートル。このコースはね、この間ちょっと私の生配信を見てた人はわかると思うんだけど、メットに乗り継ぐコースがミンバトで出てきてね、そりゃみんなでやってたらできないよってなったので、ちょっと一人でクリアしてみたくなったのでやっていきます。どうしよう、3匹ぐらい出しといて、いや2匹でいっか、2匹で出して、でこれはねあんまり飛びすぎるとここがいけなくなるから、この辺でいけるかな。うん、いい感じいい感じで、もう1回この辺で調整して、あれだ1人だと、で今度は、あで今度は下なんだ、ここか、でここがね分かんないのよ。あでよし、1人だとラグが全然ないから進みやすいね。なんかもっとすごい苦戦するかと思ったんだけど、これぐらいでいけるかな。あ、いけるいける。あー、さっきの子こんにちは。あでこれは、あ今度は上に境がない、ああるわあるわ、よし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 、でちょっと待って、行き過ぎてもこう、あああああ、一発じゃん一発じゃん一発じゃん、え本当だよ本当だよ本当に本当に、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、はいやー、よかった今、いや今1アップ触ろうと思ったらちょっと触れなかった。コースクリア。今ね、ほんと、あー、え、もう、あ、そっか。そっか、最初の待たないでいけば、あと10秒ぐらい縮むのか。今、ほんとに一発クリアだよ。ちょっと、証拠を見せるよ。ちょっと待って、証拠を見せるって言っても数覚えてない。多分ね、編集でちゃんと横に並べるから、ちょっと待って、これで、あと、同時の時間に同じ時間に、他の人もプレイしてたらどうしよう、疑われちゃう。でも、ほんとだよ。今一発クリアだったからね、やったー。もう一つ、たまには50秒セカンドトロールやっていきたいと思います。多分スピランってことかな。遊ぶー。はい、これは普通に言っていいのかな、これは。はい、でフォー、ちょんちょんちょん、いやそうだよね、トロールだもんね。はい、じゃあこれはこうやってここでスピーンってこうでいいのかな、片栗粉で、で、いててててて、ってなるけど、普通にこっちに来ていいのかな？で？おーびっくりした！ちょっと、人が考えてる時に、いやでも今のはセーフ。スピンしてみる。大丈夫か？で、これはこの、あー危ない危ない危ない！これじゃあここに、隠しブロックある？ない？じゃあ普通に行って平気か。あー、ちょっと待って。20秒しかないのか。で、こっちに来て、で、あれあれちょっと待って、ちょっと、はい、ただいま。そしたらじゃあこれは静止してればいいのかな。こうやってると、あれ、いや右は押してなきゃダメでした、すいません。ああ、はい、ただいま。そしたらじゃあ右は押してる、右は押してる、 OK で、これは、これ大丈夫かな。これじゃあ本当にそのまま下に落ちていいんだと思う。マグマにダイブ、ほらんねほらんね、絶対多分右に行ってたらダメだったんだよ。でこのまま来ます、大丈夫。あ、これふわふわタイムでしょ、ほら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 。でじゃあこう行きます。でこれは、あ危ない、あそこにまたふわふわタイムで、だからこっちでしょ、ふふふふふふ、でよいしょ、はい、ただいま。そしたらこれはこっちで、でこの辺で一回待つのか。でオッケーで、お、お、いや、よいしょっと、いてててて、うん、痛くないよ。これはあれ、走れば大丈夫だよね、走れば大丈夫だよね。はあ、よし、こうだ。で、で、あ残り10秒しかない、あれあれ、あこっちってこと、ここでいいの、ここで、ちょっと待って、のんびりしすぎた。あと5秒で、あと5秒で、ちょっと待って。ザ、レベル、イズ、ア、ライ。何が嘘、あー、ちょっと待って、もう、ドアに入れなかったじゃん、何が嘘なのよ。はい、ただいま。今度は14秒もあるから、大丈夫だよ。ザ、レベル、イズ、ア、ライ。何かが嘘。このコースは嘘。何か。で、ドアに入って、はい。オートワイ、嘘ー！オートコースだったの？オートトロール、出会いたかった。はい、じゃあオートワイね、ほんとほんと、これでほうで、あれでもこの後どうすんの、上に上げてくれるのかな、大丈夫、そこが開くの、あで大丈夫大丈夫大丈夫、あで、あこれはいけるもんね、そのままで、あれじゃあこれ、あなんだ、えこれじゃあそっちで平気だ、あほう、ここのふわふわタイムもだ、あなんだ、ここも大丈夫だ、あそこのふわふわタイム大丈夫だったのか。でこのまま、このままバネ持ってるよ、バネ持ってるよ、あれちょっと待って、これオート、ああ大丈夫だ、オートだオートだ、あじゃあこっちに行くのもそのまま合ってるんだ、えでも、あじゃああそこのキラー放題のところが何か変わるの、あのドアに入っちゃダメだよね、そうだよね、なるほどね、これいいんだよね、上がってオートじゃないよね、
で、ここに上がって、ゴー、嘘でしょ、バックって言わないでよ。ゴーバック、インパイプ。さあ、さっきオートって言ったじゃん。さっきオートって言ったじゃん。なんで突然裏切ったの。はい、ただいま。そしたら、じゃあ、これは、ここは力に、流れに身を任せて、この後じゃあすぐ戻るってこと？てか、バネもずっと持ってきてるけど、いるこれ。で、このまま？あれ、ダメじゃん。ちょっとダメじゃん。しかもやられちゃったよ。はい、ただいま。ちょっと待って、今のはさ、私がいけなかったの？それとも、ここから急にじゃあ、まあでも確かに戻るって時点でオートじゃないよね。で、ここでじゃあ戻って、待つ？と？何かが起きる？何も起きない？あ、ずれたずれたずれた！で、ゴール！まあ、と、急に裏切ったりしないでよ。よかった。でも、これぐらいだとテンポよくできていいね。最後、もちもちしてる。これやってみようかな。フォーティーマッシュルームチャレンジ。なんか、雰囲気的にさ、片栗粉をさ、40個取るみたいな感じじゃない？違うかな？ 8.95 だから、やっぱりやっぱり、ワンナップをすべて取ってからゴール。ほう！あ、なるほどね！あ、なるほど！そんなに難しくはないけど、あ、これは意外と大変かも。すべての片栗粉を、あー、ちょっと待って。全部取れる。ちょっと待って。あ、もうちょっと計画的にやった方が良かったかな。あ、すごい。ちょっと待って。あと6秒。うわ、結構難しい。うわ、全然取り切ってない。ちょい！いや、鍵は取れたけど全然取れてない。これどうだろう、どういう風にいた方が一番いいんだろう。意外とでもね、下にいても結構片栗粉が儲かる。あー、しまった、今の取ったかわいい、取っといた方がよかった。下にいるだけでも結構片栗粉儲かるんだよね。ほらほらほら、こっち側の右半分はもうほとんど取った。あ、あれ、あ、なんだ、オーフが変わるんじゃん。あ、なんだ、オーフが変わるから、これだけ取れば。ちょっと待って、よしよし、嘘、ダメだった。なんだ、オーフ変えていいんだ。これでもさ、多分さ、スターをさ、じゃないや、このさ、オーフを変えちゃうのはさ、簡単ルートな気がするのよ。これを変えないでいきたいって今言ったじゃん。なんで叩いちゃったの？このさ、オーフブロックを叩けばね、簡単になるっていうことはね、さすがの私でも分かりきっているんだけど、なんかでもこう、難しいさ、明らかにこんな難しい方でもさ、クリアできるっていうところを見せていきたいんだけど、あー、あそこの取らなかったの痛いな。ここで、ちょっと、よし！で、ここでなんとかなって、なんとかなった！今さ、ゼロってすでに出てたのにクリアできると思わなかった。よかったー。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録してもらえるととっても嬉しいです。では、バイバーイ、またねー。